眼科専門医の平松です。今日は手術助手の目的についてお話ししようと思います。大切なのは手術がうまくいくことであって、術者が気持ちよくなることでも、助手がうまくいくことでも、機械出しがうまくいくことでもありません。結局は手術がうまくいけばそれでいいわけですね。ですから水をかけなきゃ、例えば水を吸わなきゃという自分の作業に集中して、水はちゃんとかかっているんだけど結果として術野が見づらくなってしまったら、これは何の意味もないわけなんですね。ですからよく水かけという表現もしますけど、水をかけて吸って術者が見やすくするということを考えていただければと思います。なぜ水をかけるかと言いますと、患者さんというのは手術中まばたきできないんですね。開見期、まぶたを開いた状態ですので目が乾いてしまいます。そうすると目の表面が乾きが出て、光の屈折が変わってしまうので目の玉の中が見づらくなってしまいます。それを潤してあげて一定の状態に保つために水をかけていただくというのが作業になります。そして水をかけても溜まってしまうことがあるので、それも吸っていただくような形になります。